ジェシー・テイラーは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。カリフォルニア州ポーベイ出身。ジ・アリーナ所属。元、CWFC ミドル級王者。リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン7において、幻のファイナリストとなった。2006年8月4日、キング・オブ・ザ・ケージで、プロ総合格闘技デビュー。2008年、リアリティ番組。 ザ・アルティメット・ファイターのシーズン7に参加し、フォレスト・グリフィン率いるチームフォレストに所属。準決勝で親友でもある、ティム・クレデューに判定勝ちし、決勝進出を決めた。しかし、共同生活終了後にパレスステーションホテルカジノの駐車場でリムジンの窓ガラスを蹴り破るという事件を起こし、失格となり、6月21日の決勝進出を取り消された。 2008年7月19日、UFC ファイトナイト、シルバ VS、アービンで CB ダラウェイと対戦し、ペルビアンネクタイで一本負け。この試合を最後に UFC との契約が切れるも、幻のファイナリストという話題性から高い知名度を持ち、ローカルプロモーションへの出場が続いた。2009年7月20日、ドリーム初参戦となった、ドリーム10で、 ユンドンシクと対戦。グラウンドでの攻防中に、ユンが左足首の異常をアピールし、ギブアップ勝ちとなった。9日前にも試合を行っており、ドリーム参戦が発表されたのも2日前という緊急参戦であった。2009年8月15日、ストライクフォス初参戦となった、ストライクフォス、ケリノー VS、サイボーグで、ジェイヒエロンと対戦し、判定負け。 2017年7月7日、9年ぶりの UFC 参戦となったザ・アルティメットファイター25フィナーレのウェルター級トーナメント決勝でディエゴリマと対戦し、リアネイキッドチョークで一本勝ちを収め優勝を果たした。ありがとうございます。